堀口大学は、明治から昭和にかけての詩人、歌人、フランス文学者。薬師書は300点を超え、日本の近代詩に多大な影響を与えた。画号は十三日月。葉山町名誉町民。1892年、東京帝大在学の堀口九万一の長男として、東京市本郷区森川町に生まれる。父は、母親戦争で戦死した長岡藩士。 堀口義春衛門の長男で、母は村上藩市江坂氏の長女である。大学という名前は、出生当時に父が大学生だったことと、出生地が東京帝国大学の近所であることに由来する。日清戦争開始により、父が新川領事官補として朝鮮に単身赴任するにあたり、新潟県越志群長岡町に引き上げる。母が十三歳で創生したこともあり。 以後は祖母に育てられる。父は、貧費暗殺事件に連座して失脚し、工事を、刑場在任以来の地規である、良さの鉄管に託した。1898年長を課長率、坂の上神城高等小学校に入学。復職して、オランダに在住していた父の指導により、日本牧師の指導で英学を始める。1904年2月日露戦争、4月、 新潟県立長岡中学校に入学。この頃から文学に惹かれ、内藤成幸の俳句に浸水。同級に松岡譲がいた。1909年に上京し、好んで柳墓地を商用して短歌を読み、スバルを読んで、明星派短歌に魅了され、十味和樹の画号で、読み草が12月号に掲載される。9月に新視社に入社。 1910年慶応義塾大学文学部余科に入学。ヨさの鉄管の長い家風への推薦もあって、地球を終え、見た文学に、歌の発表を始める。この頃から、同門の佐藤春夫とは、修世の友人であった。余科の教師は、ベルグソン哲学の役者の広瀬哲氏で、学年末のフランス語成績は、不可であった。 翌年に、余下2年に進級するが、父の認知メキシコに赴むくため、境内を中退した。東洋規制会社の香港丸で、横浜を出版し、メキシコの日本公使館にあること1年。この頃、肺結核を患う。父の5歳がベルギー人で、家庭の通用語が当然ながらフランス語で、その習得に専念できた。パルナシアンの詩を読み始める。 滞在時にメキシコ革命に遭遇。マデロ大統領失脚、暴殺までの悲劇の2週間を体験する。1913年にシベリア経由でベルギーに向かい乱暴をピストルで撃ったベルレーヌの事件を担当した裁判官シャルル・リグール・ケニスミ、10月には当時日銀、副総裁だった水町ケサ六の圧旋でベルギー国立銀行に 日本銀行の委託研究生として勤務し、異例の待遇を受けた。詩人としては、ベルレーヌをはじめサンボリスム氏への系統が始まり、しかし、今日の詩人で、レミド・グールモンの詩を読み、一生を通じての精神上の最大の事件と言える、決定的な影響を受ける。以後も父の認知に従い、ベルギー、スペイン、スイス、パリ、ブラジル、ルーマニアと、 青春期を日本と海外の間を往復して過ごす。スペイン滞在時は、マドリード日本公使館で、マリー・ローランさんと交換し、ギオーム・アポリネールを教えられる。スイスで療養したサナトリウムは、トーマス・マン、魔の山の舞台になったところである。1917年に、外交官を及び領事館試験のために帰国し、日な幸之助、柳沢健、長谷川清を知る。 第一次論文選考、第二次筆記試験には合格したが、口述試験で病弱のため採用されず、外交官への道を断念する。翌年に、朝の合命会社食卓通弁となり、長い花風序文による諸女作、昨日の花を自費出版。リオデジャネイロから、見た文学、許可に寄稿。1919年、最初の詩集、月光とピエロ、歌集。 ファンの笛を観光。以後、ブラジルのバイヤー州、ペルナンブーコ州、リオ、サンパウロ、サントスやアルゼンチン、ウルグアイに滞在、ウルグアイでは、ジュール・シュッペルビエルを知る。1923年ルーマニアに赴任、戦中で、ボールモラン、夜を開くを訳し、パリにモーラン自身を訪ね、翻訳出版の開拓を得、長谷川清や鈴木隆二らと再開交流し、 富士田津口や詩人アンドレ・サルモンらと交友を持つ。1925年に帰国。以後その仕事は作詞、作家にとどまらず、評論、エッセイ、追筆研究、翻訳と多方面に及び多数の出版を手掛け、生涯に刊行された著役所は300点を超える。彼の斬新な訳文は当時の文学青年に多大な影響を与え、 特に新感覚派運動の誘因となった。帰国後に文化学院大学部でフランス近代史を講ずる。以後、ベルレーヌの研究表現を手掛け、擬曲役にも手を染め、ジャンコクトーをはじめ、一一家十三編を訳す。1928年、日夏つ孝之助、西条八十との共同編集で、死死、パンテオンを創刊。岩佐藤一郎、青柳水穂。 上左門、田中冬に、矢野目玄一、熊田聖からの若い詩人が集う。4月に、文化学院を辞任。しかし、翌年に、日夏幸之助との確執が起き、決別し、パンテオンが廃刊。自ら後継死し,し、オルフェオンを第一書房から創刊し、新たに、菱山修造が加入し、基地感覚の私風は、シルレアリスムし、死と主論と共に詩団に新風を与えた。 1932年小石川区に今日構え、6月に昼顔を発行するが、発禁処分となる。1935年に日本ペンクラブの副会長に押される文芸師、若草の視線を担当し、京都の自政省の編纂人となる。翌年5月にジャン国党が来日した際は、帝国ホテルに同宿して歌舞伎などを案内している。国家総動員法の交付に伴い、 日本学者のジョルジ・ボノーとの辞り後半のレイキサイドホテルにこもり、不治に先進した。しかし、著書が情報局検閲で削除されるなど、思想弾圧を受けた。1941年に静岡県をきに疎開。翌年に、市、与佐野秋子が死去し、青山で万華十種を捧げた。1945年に被爆下の静岡を脱出し、 新潟県関川村に再疎開。1945年秋には、父が亡くなり故郷で葬った。1946年より、新潟県高田市に転居。1947年に、死終五冊を上司したのを皮切りに、著作活動を再開し、翌年に、東郷豊寺と西蒲原軍の旧家を訪ね、両館の遺木を見る。1950年に、から引き上げて、 以降は、神奈川県湘南の葉山町に、中世在住した。白水社の草野貞行の地遇により、シャルルボードレールの悪の花を全役。1957年に、日本芸術院会員。9月に、国際ペン大会会長として来日した、アンドレシャンソンと会談。1959年、夕の虹にて、第10回読売文学賞を受賞。 日本現代詩人会の司祭で検証され、上塚坂井雲と東郷豊寺の案内で、秋篠寺、東正大寺、薬師寺などを参観。他日本全国を旅し、室尾再生詩集賞や読売文学賞選考委員となる。1967年1月、宮中加海市で、メシウド・深海漁港に遠く住む者はついにマナコも失うとあり、と読んだ。 生物学者である昭和天皇は大層喜んだというが、また一部には天皇本人を目の前にしての批判であると解する向きもある。4月に君三刀随法賞を受賞。1970年日本詩人クラブ名誉会員。日本万国博、日本の日に式天下として作詞した日本新章、富士山天平を発表し、11月に文化功労者。 翌年、日本現代詩人会名誉会員。1973年10月に、新潟総合テレビ文化賞。岩佐藤一郎の葬儀に参列し、翌年に、君二頭追放賞。1975年に、父の監視に和君を伏し、年譜を添えた、長城しさを上僕し、祝賀を果たした。1979年に、文化勲章を受章。 東大寺落景法要式展開作詞のため、奈良へ、取材旅行。1981年3月15日、急性肺炎のため葉山町の自宅で死去。去年89。葉山町神社境内、人に、栃木県竜王郷、石、上越市、高田に残すの死費が混流されている。平田 P133、西川正也、国東。 1936年の日本を歩くに、詳しい。洋画家、藤田嗣ぐとも交流した。高田の文化育んだ、堀口大学上越の急遽後に案内板章は42年課会、塩台、魚から、宮内町、岩井博司、作家の臨終、五肘点289ページ、三島幸夫、一冊の本、ラディゲ、ドルジェル博の舞踏会、中村慎一郎、 緑色の時間の中で107から110ページに収録。なお翻訳は膨大なため書記を主とした先週である。娘で詩人、エッセイスト。なお兄は若くして不慮の事故で亡くなっている。ありがとうございます。